これが2号ロボウィンダム。セブンガイより軽量化してさらに人型に近い。全身にジェット噴射口を装備しているからウルトラマン Z のような自由な飛行が可能。それに新型電池も内蔵しているから連続起動で5分は戦える。よっしゃ、これで少しは長く怪獣と戦えますね。うん、それで状況は？エビちゃん。おう。キリマンスペシャル。うん、充電するのにあと4日かかるな。5分動かすのに4日ですか。うん、どうにかなりませんかね。当初の私の設計ではもっと早かったんですよ。上からの私でパーツごとに別な会社に発注したりするから。分かってる分かってる。そのせいで接続がうまくいかず送電ロスが発生してるんです。分かってる分かってる。でもこれじゃ大事な時に役に立たないぜ。どうにかなりませんかね、バッコさん。うん、考えてみるよ。考えてくれるって言ってましたけど。これまでも軽量化とかで頑張ってくれてたからね。こっちも考えないと。埼玉県熊岡市第二地区に怪獣出現。こいつを地底怪獣テレスドン。夜行性で地中深くに生息するはずの怪獣がどうして地上に。テレスドンは北北西に向かっています。ん、そっちに何がある。工事が始まったばかりのジオフロントがありますよ。ジオフロント、政府の肝煎りで開発中の地下都市。新聞くらい読みなって。おっす。ようこそセブンガーで出撃。了解。ファルケンステックで行け。おっす。私も見たい。セブンガー着陸しました。ご注意ください。
ジオフロントの工事現場は壊滅だし、テレスゾンには逃げられた。また長官に怒られるな。おっす。すみません、私がしっかり抑えられれば。うん、まあセブンガーじゃ明らかに出力不足だろう。見て、セブンガーの手からテレスゾンの表皮が採取できました。はぁ、またコレクションが増えたってわけ。俺のプリンの横に置かないでくださいよ。もう、うん、これ私専用だから勝手に入れたら食べちゃうよ。ダメっすよ、もう。美味しそう。それでテレスゾンの解析は？おっとっと、それそれできてまして、よいしょ。テレスゾンの体内には2000度の温度を持つ火炎袋があります。火炎袋？うん、あの怪獣のエンジンみたいなもん。それがテレスドーンのパワーの源になっていて、日中での活動を可能にしたようです。で、こいつの目的なんだ？ジオフロント工事の騒音で目覚めたと推測されます。地下開発はどんどん増えてる。今や大都市の地下は騒音だらけだ。目覚めた彼にはまた来るぞ。でも隊長、今日の感じじゃ正直セブンガーでは厳しいっすよ。あウィンダムが間に合えばな。充電 20%。 もうウィンダム、どうしたら君はお腹いっぱいになるの？ちょっと誰か食べるもの。バッコさん、少しは休んでください。おー、ゆか、お前も少し休んだらどうだ。ウィンダムの電力、なんとかできないかって。俺もだ。それで、腹が減ってな。私も。だろう。バコさん。ん？いっそあの子ダイエット。あ、いえ。機能を切り落として必要電力を半分にしたらどうでしょうね。自分の理想を簡単に捨てちゃダメだ。そんなことだったら誰にもできる。まあ、ゆか、これなんだかわかるか？ん？あ、これセブンガーのダクトカバー。古いやつだがな、時として意外なものが別のところで役に立ったりするもんだ。そうやって使えるものは何でも使って理想を実現する。それが俺たちの仕事だ。意外なものか。さて、まずは腹ごしらえだ。はい。
俺のプリン焼きプリンになっちゃった。え、おかしいな、何すかこれ。電子レンジじゃあるまいし。ここに置いたの。うん、メロンが焼きプリン。セブンガのダクトカマ。時として意外なものが別のところで役に立ったりするもんだ。怪獣の動きを感知、テレストンが東京都北橋区の地下300メートルを時速100キロで西北に移動しています。ウィンダーはまだかかりそうか。もう少し。いや、ちょっと待って、ひょっとしたらいけるかもしれません。アルギ、セブンガーで出撃。おっす。増幅する機関です。ウィンダムに接続できませんか。なんとかしてみるよ。メロンガの細胞を使うなんてよく思いついた。
時として意外なものが別のところで役に立ったりするもんだ。でしょ？なあ、そうだ。いいね、人形ロボット。光の国で作られたやつ？いや、違う。このメダルにはウルトラマンではなく怪獣の力が宿っている。怪獣メダルってとこか。お、ウルトラメダルの技術を使って誰かが作ったんだ。こんなものが悪用されたら大変なことになる。でも一体誰が？こいつ、機動電力の問題さえクリアできれば本当に頼りになりますよ。デロンガの機関を解析して人工的に再現するつもり。そしたら今後いつでも起動できるはずだからね。そ
これはいいな。よし、早速じゃうちの次男坊のメンテナンスだ。うちの？私たちのでしょ？ねえ、私たちのって。ねえ、何照れてるんですか、バカさん。何が照れてますよ。何だろうよ。ちょっとメンテナンス行ってくるよ。まあ、みんなの新しい家族ってことで。そうだね。よろしくな、ウィンダム。はあ、なんか別のおもちゃで遊んでみるか。謎の石器が発見された。同時に冷凍怪獣ペギラも出現。ウィンダムが氷漬けに。もしかするとあの石器に何か秘密が。って一体お前は何者だ。次回ウルトラマン Z ファーストジャグリング。ウルトラヒエルゼ。